自分用にも贈り物にも最適なお酒の見つけ方と楽しみ方。お酒で幸せになろう。お酒の味や香りをより楽しむためのコツやお酒を選ぶ方法を紹介。お酒を飲むことや贈ることがもっと楽しくなるはずです。いらっしゃいませ。今日はどうしたの？いや、ママ聞いてくれる？今度お酒を贈りたいと思うんだけど、どんなお酒がいいかな？お酒を贈りたいのね。それは素敵なことよ。誰に贈るのかしら？実はね、会社の上司なんだ。いつもお世話になってるから感謝の気持ちを伝えたいんだけど、上司はお酒が好きでいろいろな種類を飲むから、どんなのが喜ばれるかわからなくて。そういう時はね、やっぱり焼酎がいいわよ。焼酎は日本の伝統的なお酒で、飲み方もいろいろあって楽しめるの。水割りにしたり、ロックにしたり、お湯割りにしたり。それに焼酎は健康にもいいと言われてるのよ。血液サラサラになるし、カロリーも低いし。へえ、そうなんだ。じゃあ焼酎に決めた。でも焼酎って種類が多すぎて、どれがいいかわからないよ。そうだね。じゃあ私がおすすめする焼酎を教えてあげるわ。これね、全量芋焼酎一国物紫っていうの。紫芋を 100% 使った焼酎なのよ。紫芋、それって何？紫芋はね、南九州産のさつまいもで紫色をしてるの。紫色はアントシアニンというポリフェノールが含まれてるからで、抗酸化作用があって美容や老化防止にも効果的なのよ。すごいね。紫芋って美味しいの？もちろんよ。紫芋は甘みが強くてフルーティな味わいで、焼酎にすると香り高くてすっきりとした味わいになるの。この一国もの紫はね、原料のさつまいもに芋麹も含めて紫芋だけを使ってるから、紫芋 100% なのよ。芋 100% って書いてあるでしょ。これは薩摩地方に残る話し言葉で、頑固者の意味なの。つまり紫芋にこだわった焼酎ってことなの。なるほど。から頑固者って言うと悪いイメージだけど、こういう時は良いことなんだね。そうよ。この一国もの紫は宝酒造っていうメーカーが作ってるのよ。宝酒造は明治時代から続く老舗で、伝統的な製法と最新の技術を融合させて高品質な焼酎を作ってるのよ。歴史あるメーカーなんだね。信頼できそうだし、上司も喜びそうだな。きっと喜んでくれるわよ。この一国もの紫はね、アルコール度数が25度なの。強すぎず弱すぎずで飲みやすいのよ。一国もの紫にはどんなおつまみや料理が合うかな？一国もの紫はね、フルーティーな香りとすっきりした味わいが特徴だから、さっぱりとしたおつまみや料理が合うわよ。例えば酢の物やサラダ、刺身や焼き魚などね。紫芋の甘みと酸味や塩味がバランスよく引き立て合うのよ。なるほどね。紫芋の甘みと酸味や塩味が合うんだね。全量芋焼酎一国もの紫、ぜひ Amazon でお買い求めください。お酒は二十歳になってから。